平成30年10月7日広島広域第二運動公園にて2018中四国大学アメリカンフットボールリーグセカンドステージトーナメント1回戦第1試合目です。島根大学ウォリアーズ対高知大学マリンコープスの試合が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側レッドカラーのユニフォームが島根大学、奥側ホワイトのユニフォームが高知大学です。中四国学生アメリカンフットボールリーグはファーストステージとして総当たりのリーグ戦を行い、この結果順位が一旦確定しております。この順位をもとにしてセカンドステージトーナメントが行われます。手前側島根大学ウォリアーズは、ファーストステージ2位、奥側高知大学マリンコープスはファーストステージ3位でした。島根大キックオフ、高知大リターンで試合が始まります。